北山宏光ソロ活動本格化10月1日発売の「サンデー毎日」の表紙を北山宏光さんが飾ることが決定しファンの期待はさらに高まっています北山宏光さんの名前を聞くと多くの人々はまずキスマイ f t 2のメンバーとしての彼を思い浮かべるでしょうしかし最近の彼はアーティストとしての新しい一面を見せ音楽の世界においても大きな一歩を踏み出しています 2024年にリリースされたファーストアルバム、ZOO は、彼の音楽的な才能と個性が際立つ作品であり、多くのファンや音楽関係者に驚きを与えました。そして、そのアルバムを引っさげたツアーも好評を博し、彼のアーティストとしての存在感はますます強まっています。そんな中で、10月1日発売のサンデー毎日の表紙を北山宏光さんが飾ることが決定し、ファンの期待はさらに高まっています。 表紙を飾ること自体が彼の今後の活動に対する期待感を象徴しており、さらに、長年彼を追いかけてきた山田美穂子さんによるインタビューも掲載されるとのこと。これによって、北山さんの音楽に対する思いや、彼が歩んできた道、さらには今後の展望が詳しく語られることが期待されています。ファンからは、表紙の北山くん、かっこよすぎる。インタビュー記事、楽しみにしています。 といった喜びの声が SNS で飛び交い、その注目度は非常に高いです。北山さんの音楽キャリアの中で、今回のファーストアルバム、「ZOO は特に注目すべきポイントです。このアルバムは彼自身の経験や感情を反映し、多様なジャンルに挑戦した作品となっています。特に、三代目 JSOULBROTHERS の今市隆二さんとのコラボレーションは、アーティスト同士のシナジーを感じさせ、 ファンだけでなく音楽業界にも大きなインパクトを与えました。このコラボは、二人が持つことなる音楽的背景を融合させ、新たな音楽の可能性を模索する姿勢を象徴しています。今市さんのソウルフルな歌声と、北山さんの繊細かつ力強いボーカルが見事に絡み合い、感情豊かな楽曲が誕生しました。このような挑戦ができるのは、北山さんがアーティストとして成長を続け、 幅広い音楽的視野を持っているからこそだと言えるでしょう。さらに、北山さんがソロアーティストとしての活動を開始するにあたって、彼のこれまでのキャリアがどのように影響しているのかも興味深い点です。k i s m y f t 2のメンバーとして多くの経験を積んできた彼は、グループでの活動を通じて、音楽だけでなく、エンターテインメント全般に対する深い理解を身につけました。ダンスパフォーマンスやバラエティ番組での活躍、 俳優業など、多岐にわたる活動を行ってきた彼は、多面的な才能を持つアーティストです。このような経験が、今回のアルバム、ズーにも反映されており、単なる音楽の枠を超えた表現が随所に感じられます。また、北山さんのファン層の広さも彼の特徴の一つです。彼の魅力は、年齢や性別を問わず多くの人々に支持されています。今回の、 サンデー毎日の表紙やインタビュー記事がこれほど注目されているのも、彼のファン層の広さと熱狂的な支持によるものです。特に女性ファンにとって、北山さんのルックスや人柄、そしてそのうちに秘めた情熱的な一面は非常に魅力的であり、彼が表紙を飾る雑誌は発売前から予約が殺到することも珍しくありません。SNS 上でも、予約しました。早く手に取りたい。インタビューも楽しみです。 とといっった声がが多数見られ彼に対すする期待と興奮が伝わってきますしかし、北山さんの魅力は単なる外見やパフォーマンスにとどまりません。彼の音楽に対する真摯な姿勢や、常に新しいことに挑戦し続ける姿勢が、ファンの心をつかんで話さない理由の一つです。例えば、今回のツアーでも彼は観客を楽しませるだけでなく、アーティストとしての自己表現を追求し、 観客に対してて深いいメッセージを伝えています彼のライブパフォーマンスは単に楽曲を披露するだけではなく観客との一体感を大切にし共に感動を共有する場となっていますこうした姿勢が彼のソロ活動の成功につながっているのでしょうまた北山さんが語る今後の展望も非常に興味深いポイントです今回の「サンデー毎日」のインタビューでは 彼がどのような未来を見据えているのかが語られることが期待されます。彼はこれまでにない新しい音楽の形を追求し続けており、今後もさまざまなアーティストとのコラボレーションや、さらに個性的な作品を生み出すことが予想されます。ファンとしても、彼がどのような道を歩んでいくのか、そして次にどのような作品を手にすることができるのか、期待に胸を膨らませています。そして、北山さんがこれから歩む道には、 多くの挑戦が待ち受けていることでしょう。ソロアーティストとしての道は決して平坦ではなく、新たなスタイルや音楽性を模索しながら、自身の表現を深めていく必要があります。しかし、彼がこれまでに培ってきた経験や情熱、そしてファンとの強い絆があれば、どんな困難も乗り越えていけると信じています。彼の未来は明るく、そしてその先にはさらなる成功が待っていることでしょう。今回の サンデー毎日の表紙を飾ること、そしてインタビューで語られる彼の思いは、北山宏光さんがこれからどのようなアーティストとして成長していくのかを示す大きな一歩です。彼の歩みを追い続けるファンにとって、この機会は非常に特別なものであり、これからも彼の活動を応援し続けることでしょう。音楽業界においても、彼の存在感はますます強まっており、今後の彼の活躍に目が離せません。 北山宏光さんのこれからの歩みについて、彼がソロアーティストとしてどのように成長し、音楽の世界でさらに深い影響を与えていくのか、その一端を垣間見ることができるのは非常に興味深いことです。彼がすでに培ってきたキャリアは多岐にわたり、キスマイ FT2 の一員として、また俳優やテレビ出演者としても大きな成功を収めてきましたが、その全てが今回のファーストアルバム、ズーやツアーで見せた新たな一面につながっています。 アーティストとしての独自のビジョンを持ち、それを実現していく姿勢は、彼のこれまでのキャリアとはまた異なる次元に達しています。この新たなステージで彼が注目される理由の一つは、音楽を通じて伝えるメッセージ性です。北山さんの楽曲は、表面的にはポップな要素やエンターテイメント性を持ちながらも、その背後には彼自身の内面的な思いが込められています。「ずー」というタイトルにも象徴されるように、 彼のアルバムには自然や生命、そして人間の感情に対する深い洞察が感じられます。こうしたテーマ性は、単なる音楽の楽しさを超えたものであり、聞き手に対して共感や感動を呼び起こします。これまでのグループ活動では表現しきれなかった彼の個人的な哲学や価値観が、ソロとしての活動でより一層浮き彫りになっているのです。また、北山さんが持つ得意な存在感は、 他のソロアーティストとは一線を隠しています彼の音楽には独特の優雅さとエネルギーがあり、それがファンのみならず、業界内でも高く評価される要因となっています。音楽そのものだけでなく、ステージパフォーマンスでもその魅力が最大限に発揮されています。ライブでの彼のパフォーマンスは、観客を巻き込んだダイナミックな体験であり、時には静かなバラードで会場全体を感動の渦に巻き込みます。 その一方で、彼の親しみやすい人柄が観客との距離を縮め、アーティストとファンの間に強い絆を築いていることも特筆すべき点です。これからの北山さんのキャリアにおいて、彼がどのような方向に進むのかはまだ未知数ですが、彼自身は常に新しい挑戦を求めています。ソロとしての成功は、k i s イ m y f t にでの経験が基盤となっていることは間違いありませんが、 それ以上に彼自身の持つ創造性や情熱が鍵となるでしょうアルバム「ズー」やその後のツアーを通じて北山さんは既存の枠にとらわれず独自の道を切り開こうとしています彼の次なる一手がどのようなものになるのか多くのファンや関係者がその動向に注目しています